ソユーズ FG の4機の RD-107 と中心部の RD-108RD-107 は1957年から R-7 に使用され後に R-7 を元に開発された宇宙ロケットソユーズロケットファミリーの1段に使用されているロケットエンジン。同じく2段には RD-108 エンジンが使われている。RD-107 と RD-108 エンジンの主な違いは、バーニアスラスターの数が2機と4機と異なる点である。RD-107 は、バレンティングルシコの北磁気学研究実験設計局で、1954年から1957年にかけて設計された、液体酸素とロシンを推進剤とする。このエンジンは4機の燃焼室と、 そこに推進剤を供給する一気の過酸化水素の分解で生じた水蒸気で駆動されるターボポンプで構成される RD-107 と RD-108 エンジンは NPON5 マッシュの監督の下でロシアのサマーラの工場で製造されている RD-107 エンジンは以下のような改良が行われた RD-108 エンジンについても 以下の改良が行われた。RD-108A、RD-107A エンジンの開発は1986年に開始された。これらには新しいインジェクターヘッド設計が組み込まれ、必水力を向上させた。このエンジンは2001年5月のプログレス M1 から6補給線の打ち上げに使われたソユーズ FG ロケットに装備された。2002年10月からは、 友人のソユーズ宇宙船の打ち上げに使われるようになった。ありがとうございます。